さあ飛べるだろう。お前なら奴らがやってくる前に帰っていいんだ、仲間のところに。お嬢、起きてを知らぬわけではあるまいな。裏切り者がどうなるか忘れたわけではあるまい。小僧、こんなことまでして強くなろうなんて。情けは己を滅ぼす。どうしようなかったか、小僧よ。うりゃ、バケてやがんだよ。これはミラベルじゃない。あ？確かに同じノーブルレッドでも随分小さいの。これは多分赤子だ。誰だ？出てこい。おい、大丈夫か？これはひどい。その子を連れて早く逃げろ。この赤子のことか。死神が来る。なんやて。オレンタで手分けして村の外まで探してみたんだわ。けどおりゃせん。ノーブルレッドの子供だでって、なんでコモとエラケニャメに会わねならんの。確かにノーブルレッドの赤ん坊の羽は高く売れるからね。すまん、みんなわしのせいや。わしがだらしにゃ男とばっかしに。わしのエリザベス・アマンダ・セリーヌ。エリザベス・アマンダ・セリーヌ。三つ子が欲しかったんだと。人格が分裂しそうだね。許さへんで。絶対に許さへん。安心しよし、絶対連れ戻したいさかい。ミラベル、うちの親戚に手出したこと後悔させてるし。また血吸いやがったよこいつ。よっぽどお前の血がうまいと見えるな。冗談じゃねえ、自分の子だって血なんか吸われたがねえよ。仕方ないじゃろ、このまま餓死させるわけにもいかんし。死にゃ死ねえよこれぐらいで。白状なやつじゃな、血ぐらい分けてやりゃいいだろ。死ぬわけであるまいし。死ぬだろ、次の町まで何日あると思ってんだよ。お前さんも随分すさんだ少年時代を送ったんじゃな。なんだと。お前ちゃんはまっすぐ育てんですよ。嫌なやつ。どうした？まさかあの少年の言ったこと本気で気にしてんのか？大丈夫だって、俺にはこれがあるさ。無事使えればいいが。どちたの、おいちでちゅよ。お、食べないと死んじゃいまちゅよ。お、おい、ほれ。あ、仕方ないの。俺、少ししかやれんけどな。何？食
賞期限が近い？失礼なやつじゃな。何を一人で話してるんだ。おお、じゃあこの大きいのはどうじゃ。うん、ほれ、なかなかうまそうじゃろ。それはできん。わしとこの大男は家族じゃよ。でもあのボクちゃんはまあかなたみんなんじゃ。いくらお前が可愛くても人様に迷惑はかけられん。こんな子ついてなければわしもお前に腹いっぱいもらっちゅうちゅうと。みんな子じゃの。おしゃいやん。 20cc までだ。それ以上はやれねえぞ。十分じゃよ。よかったな、ワルーナ。ワルーナ？わしが命名したんじゃ。いい名じゃろ。空から降ってきたことにちなんでつけた。はい、カップットな。ワルーナね。おじいちゃんがチェーンステッチで塗ってあげますよ。どうした？トカゲかな。ただものじゃねえ。それはマクトか。はっ、とくとこの目で確認いたしました。あのゆらゆらとした身のこなし、キャツは紛れもなくカモノア流の使い手。それはかなりの腕前と見受けました。で、そやつが例の赤子を育てていると。はっめんなよ。国権旋盤オフジェット。おお久しぶりに血が騒ぐわ。皆の者用意いたせ。戦じゃ。谷心一派の恐ろしさを味合わせてやろうぞ。おお、さっきのが最後。もうこの辺りに町はないわ。海の向こうまで行っちまったらさすがにね。ミラベル、あれ。あ、急ぐじゃないか。おしめ、まさかあいつら。おのれミラベル。私たちはどうなんのよ。ファルーナはやっと眠ったか。やっとな。わしも早終わらせて寝顔でも拝みに行くか。なんじゃ。おお、あんなに早く飛べるんか。感心してる場合じゃないぞ。おい、なんなんだ。やめなさいね。そんな優しいやつら思えへんかった。わしの血はまずいぞ。バルナが起きちまっただろう。どちらさん。どったね。なんてこと言うのよ。おしまさん早いわよ。そうやったんですか。知らんかったとはいえ、ほんまはすんません。まあ、分かってもらえば。誤解が解ければな、それでええわい。あとは、この女さえ謝ってくれれば。ミラベル。申し訳なく思ってると考えてもろって間違いあらへん。なんやて？聞こえんかった。もういっぺん言うて。すまなんだ、死んでしまう。死んでしまう。死んでしまう。まずいわね。何がじゃ？これよ。知ってるのか。
昔教科書でこれと同じ文字を見たことがあるわ。1万年前のジハドの折、金さえ積まれれば魔族側、女神側、そのどちらにも味方した最強の傭兵部隊がいたの。自らの肉体を狂気のレベルにまで鍛え上げ、死神と恐れられた武闘派集団。彼らの手にかかった者はあまりの速さに攻撃を受けたことにも気がつかないまま死を迎える。未だにその時の残党が生き残ってるって聞くわ。確か白っぽい服を着た奴らを見たって言ってたわよね。はい、でも一瞬のことだったもんで、火の影が揺れとっただけのようにも。何と書いたんだ。わからん。ユイが独尊。天地の間に自分よりも尊いものはないという意味。イコール私は誰よりも強いという意味である。ダメだ、力が入らねえ。意気消沈。それが噂に聞こえたカモノア流のやり方か。飛び道具に頼るとは落ちぶれたものよの。何言ってんだお前。戦がいかなるものであったか思い出させてやろう。皆の者、大いに騒ごうぞ。おお。脱ぐのが礼儀よ。ここなら安心じゃ。ここか。当てにはしてなかったけどね。娘は渡さへんぞ。娘だったのか。だったら。消える。男はこうでなきゃね、イサク。すんません、わしがだらしにゃばっかしに皆さんに迷惑かけてまって。お前さんも大したもんだ。その証拠にジャジャウマ娘が安心しきってる。わしも戦います。気持ちはわかる。だがそれは専門家に任せる。カモノアなど信じるからこうなるのだ。ミラベル。
うのれ、わしの大切な人らを傷つけやがって、許さん。ちょっとタムリン、愛しのファルーが降臨するわしには。お前ら成人はな、赤ん坊と違って肉がうまい。今宵のつまみず、やめろテロ主人。シャイアン、どうした、ホールドアップか。でもお前だけは許さねえ。血の吸われすぎだ。セリフだけ決めてどないするんや。まったくお嬢ちゃんの言う通り、言う通だめ。少子千馬マルチ本願。くし刺しにしてやる。ありゃありゃありゃ、フーコーメイビー起死回生。そんな体で無茶してからに。うち見届けたえ、あんたの最後の男気。なんや、びっくりして屁こいたみたいなもんかいな。ギャーン、ほらバルーナ。うるせえ、こっちは病人なんだぞ。子守ならよそでやれ。仕方ないじゃろ、外へ連れ出してもすぐにここへ帰ってきよる。ほらバルーナ、ポペピピペポポペピピペポ。おお、こっちだぞ、こっち。やめろ、来るな。ねえ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 つけんだろ、このガキ。たーけ、バルーナ、どうもすんません。まあ元気でよかったよな、ファルナ。あ、本当の名前じゃねえんだよな、ファルーナって。いいえ、本当の名前です。まだ長老に届けとらへんかったんで。何もかもお宮様のおかげです。ありがとうございました。礼なんかいいよ、ファルーナの元気な顔が見られればそれでいいさ。あれだけ嫌がっとったくせにの。まあ普段うちらに世話になってるんやから、これぐらいの恩返しは当たり前やけどな。なんだと。もうなんや、ここはノーブルレッドの村やっちゅうこと忘れてへんよな。そうそう、ミラベル。ん、おじさんとおばさんが来とりやすわ。え、今なんちゅうた。おじさんとおばさんが。ミラベル迎えに来ましたよ。ダディ&ママ。わしもいいよ。そっくりね。お嬢さんをいつもお世話してますの。やっぱ